さんこんにちは。わ、ご報告があります。はい。先日エビアレルギーかもと言って急いでアレルギー検査を人生初めてやってきました。そういう動画あげましたね。はい、その結果が出ました。きたー、怖えー怖いね。結構顔にバーッとねアレルギーが何日か出て、でその時にまあエビを結構偶然食べてたんですよね。たまたまな、その日カッパエビせん食べてたり、うん、グーグーチャンネルのね、そうそう伊勢エビ生放送、生放送で伊勢エビうまそうね、うん、ねえ、その時に偶然、まあ偶然なのか分かんないけど、そのタイミングでブワーッとねボコボコボコってなったから、うん、エビアレルギーを疑ってて、そこを検査しに行って1週間後結果が出ました。これで私がもし甲殻アレルギーなら、両成家は一生エビカニ禁止です。あなたはこっそり食べてください。うわーきついね、それはちょっときつい。マジか。だって甲殻アレルギーってすごい厳しいらしくて、うん、もう本当にちょっと混じってるだけでブワーって出たり。いやそうだな、そうそう、結構きつい。周りの人もだってアレルギーはね基本気を使わないとね、そうっていうもんね、家族はね。いやまあでも一番きついのはさきちゃんだね、もしそうなったら、うん、そう、俺はこっそり食えるけどさ、まあ外とかでね、うん、さきちゃんはな、うん、食えなくなっちゃうわけだし。そうなんです。大好きなケジャンもな、そうケジャンチャンネル危ういね、うん、びっくりされたよ前回の動画で、こんなにケジャンの動画上げたんですねみたいな。あ、そうだなコメント欄にコメントにリンクをバーって載けたんだけど。え、その後はケジャンチャンネルって知らずに来たってこと？いやいや、ケジャンチャンネルって知ってねえだろ。え、 あとケジャンとかエビもそうなんですけど、歌手とリョウさんね。あ、はいはい、そう、猫アレルギー、インコアレルギーっていうのも結構いるらしいのよ。なるほど。そう、だからそういうのも調べてもらった。よくあるよな、そういうの、飼ってる人気づかないってことあるね。そう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 、あとあとね、うん、アレルギーでどうしようっていうのもあるから、あるあるある、そういうのも全部調べてもらいました。はい、はい、では発表します。私のすっごいすっごいながら始めた後ろでBGM つけてくれてんのにな。パパ応援してくれてんねん。応援するよ。じゃあ発表します、はい、私のアレルギーはこちら、ほぼなし。おーやったやったワンパンマンやったなしなんです。うわーよかった。見て見て、ここエビカニゼロ、おー0.10未満、猫、インコ、ゼロ、0.10未満。ただちょっとこのダニとハウスダストがちょっとだけある。だからめちゃくちゃ敏感に気にしないといけないレベルではないけど、まあマスクは常にしといた方がいいんじゃないかと、掃除の時とか。ああ。うわー白でしたよかった勝訴ケジャン頼もうぜ。嬉しい、よかったマジでよかったね。いやでもさ、ほんまに猫とインコ引っかかったらどうしようかと思ってて。そうやな、もう接し方をさ変えなあかんやん今までより、うん、それが嬉しい。あとね、他にも小麦とかそばとかタケノコ、マンゴー、うん、結構アレルギーが強いやつも調べてもらったけど、それもなかったんですよ。そう、杉もゼロ。だから花粉症でもないのかなっていうので。こうやって調べるんだ、アレルギー検査。そうで、でも先生、私結構やっぱアレルギーは出たので、あれは何やったんですかって言ったら、うん、アレルギーっていうのは300種類以上あるから、もう一個一個しらみつぶしに調べていかなあかんねんって。ああ、それ見たな、前回のあの動画のコメント欄でも、うん、アレルギーは検査が大変なんですよねって。そう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 、だからもう目星をつけてやるしかないから、血液検査すりゃ全部わかるわけじゃないから、うん、だからあなたは他のアレルギーが多分あるんですよって。なんだろうね、わからへんねん。あの日
エビ以外で何やったら昨日の晩も出てん。あ、そうなの。そうで、私ねシャワー浴びてる時に結構痒くなんねやんか。え、でもその日はちょっと一日中なんか痒いなみたいなのがあって、で夜シャワーを浴びて熱いお湯をやったらブワーって一気に出る感じやねん。シャワーアレルギー？化粧品とかじゃない？メイクしてる時に出てるよ。だっていや、してない時も出たよ。え、そう？うん、そうかい。うん、うんうんうん、そうそうそう、うん、分からんねんな。だからもう常になんかメモしといた方がいいって。これを食べました、赤くなりました、そう、そしたらその時出たらまたこうやって検査できるから、ああ、うん、その時また来てください。メモる習慣をつけよう。ちょっと、そっか、まあでもよかったね、うん、エビとカニじゃなくて。そう、だってね、あなたカニとかエビ好きだもんね。そうで、今からさカニのシーズンやんか。毎年食べてんのにさ、それが楽しみやのに、それ壊れたらもうへこんでたけど。あと年越しそばもいけるやろ。うどんもいけるし、ラーメンもいけるいや、よかったね。小麦アレルギーはね大変って聞くから。きついよ。これで心置きなくエビが食べれますね。食べれます。甲殻類万歳おめでとうございますありがとうございます。検査してよかった。すっきりとした気持ちで食べれるね。いや、よかった本当に、うん、俺もアレルギー検査とかしてみようかな。人生でしたことないんだよね。だって出てないからじゃない、反応が。気づいてないだけかもしれない、鈍感すぎて。でもブワーって出るで、私も。そう、うん、もうめっちゃ痒くなったりとか。あー、大丈夫なのかな。じゃあ、3万円かかんねん。え、あ、そんなかかんの。保険を抜いたら3万円ぐらいで、自腹で7000円ぐらいかかって。あー、高いね。だからやめて。はい、なんか症状が出たら行くわ。無駄にやったらやめて。無事勝訴ということで、はい、よかった。これでトニーもまあ遺伝するとかあるかもしれんから、ちょっとだけ安心やね。安心安心、うん、よかったです。はい